はい、皆さんどうもこんにちは、広島隠れ家です。皆さん、ウイスキー界隈ではですね、2021年6月2日に数量限定で発売されたアードベックスコーチの発売で盛り上がっていますね。まあ、アードベックの限定シリーズは私の住む、ね、山形県ではほとんど見ることもなく、最近のウイスキーブームでさらに手に入れることが困難になっています。去年くらいまではアードベックブラックが行きつけの酒屋さんで手に入れられたりと、まだねウイスキーに興味を持っている方が少なかったので、なんとかね去年はアードベックの限定ボトル、アードベックブラックを手に入れることができましたが、今年のねアードベックの限定ボトル、アードベックスコーチはねもう厳しいでしょうね。まあウイスキーはね縁なので、無理に手に入れずに運が良ければ飲んでみたいなと思っています。まあアードベックスコーチは無理でも、もっとね貴重なアードベックの限定ボトルが私にはありますので、今日はねそちらをご紹介したいと思います。まあ以前ボトルのご紹介だけはさせていただいたんですが、視聴者様のみかんちゃん様より送っていただいた4本のウイスキー、その中の1本がですね、なんとアードベックのね限定ボトルでした。はい、ではご紹介します。はい、本日ご紹介するのはこちら、じゃん、アードベックガリレオ。これすごいですよね。中身のボトルもねこのようなボトルとなっています。まずは情報から。アードベックガリレオは2012年4月、スコットランドのエディンバラ国際科学フェスティバルで世界初となる宇宙での熟成に関する実験が発表されました。宇宙空間でウイスキーを熟成したらどうなるかの実験において、選ばれた原種がアードベックとなり、それを記念して2012年10月1日にアードベックガリレオが発売されました。ということでですね、宇宙でウイスキーを熟成させたらどうなるかという実験をね、なんとアードベックの原種で行っていたんですね。2011年から2014年まで実際にアードベックの原種が宇宙ステーションに運ばれて3年間宇宙空間で熟成されたそうです。2014年に宇宙熟成されたアードベックが地球に帰還し、地上での3年間熟成原種と宇宙での3年間熟成原種を取り比べたそうです。まあアードベックが出した結論としては、2つのウイスキーの違いは著しく、継続的な分析によってこの異なった風味がどうして生まれたのかを解明したいし、また今回の実験は新しい風味の発展の可能性を感じられるものだったとの見解だそうです。まあ、全然ね味わいが違ったということらしいですね。宇宙熟成というのすごいロマンがありますよね。なんとね2015年にはサントリーさんも宇宙空間へ原種を運んでいるようですね。まあ、結果は、ね、調べていませんが、もしねその結果知っている方いらっしゃいましたら教えてください。まあ、そんなねアードベックの宇宙熟成を記念して発売されたボトルがこのアードベックガリレオになります。ラベルにはねこのように宇宙船がね描かれていて、このねガリレオっていう名前は近代天文学の父ガリレオにちなんで名付けられたそうです。中身の原種はシチリアのマルサラワインダルで熟成した原種を主に使用しており、バーボンダルで熟成した極上のアードベックとブレンドすることでフルーティーなアロマと口当たりを加えているそうです。こちらはですね2012年当時の価格で11,025円、容量は 700ml、 アルコール度数は49度となっています。ではねアードベックガリレオ早速飲んでみたいと思います。おお、このようにね、まあ、約10年ぐらい前のボトルだったので、これが心配だったんですが、なんとか無事に取れました。このようにですね、色味は結構ね、濃いめの琥珀色となってますね。はい、では早速香りから。あーすごい、おーいいですね。アードベックらしいね、セイロガンの香りがもちろん、バターっぽいね、香ばしい香りがありますね。そしてね、最後にこう少しフルーティーな香りもね、感じられます。
とてもねいい香りです。ではいただきます。これはねいいアードベックですね。まあ、安定のねスモーキーな口当たり、そしてね結構フルーティーな甘さがね際立ちますね。こうバナナのようなねっとりとした甘みとシナモンのようなね甘さもちょっと感じられますね。余韻はね結構スパイシーさが残るような感じですね。アードベックの個性を主体にフルーティーさがね加えられたような味わいとなって、とてもね美味しいです。しかしこれね、みかんちゃんさんよくこのねアードベックガリレオお持ちでいらっしゃいましたね。2012年に発売して今2021年ですから、9年間多分自宅でね保管されていたんじゃないかと思うんですが、こんなね大事なボトルを広島隠れ家に、本当にありがとうございます。送っていただいて、まあ、誰かのねコメント欄にもありましたが、本当にねみかんちゃんさんのこの懐の大きさにね敬服いたします。本当にありがとうございます。そしてね、大変ちょっといやらしいお話なんですが、今ねこのアードベックガリレオがオークションなんかを見るとなんと4万円ほどで取引されてるんですね。これ定価でも1万1000円というね高価格帯で発売されていたんですが、今ではねプレミアがついて4万円以上の価格がついてますね。これもうね小遣い制度の私にはね絶対に買えないボトルです。本当にありがとうございます。これ飲んでみたかったんですけど、まだ、ね、飲んだことないボトルだったので非常に嬉しいです。こんな貴重なボトルをね惜しげもなく本当に広島の隠れ家に送っていただきまして本当にありがとうございます。本当に大事にね飲みたいと思います。美味しいです。ぜひね皆さんもチャンスがあればね、アードベックの限定ボトル手に入れて飲んでみてください。いつもとは違うね、アードベックの挑戦した味わいが楽しめると思いますよ。ということでですね、今日のひろしの隠れ家は視聴者様のみかんちゃん様よりいただいた4本のウイスキーのうち1本、こちらアードベックガリレオ、こちらをご紹介させていただきました。ではまた次回。